アンドラーシ・ジュラ2世アンドラーシ・ジュラ伯爵は19世紀末から20世紀前半にかけてのハンガリー・オーストリアの貴族、政治家、二重帝国の共通外相を務めた。ドイツ名はユリウス・アンドラーシ。アンドラーシ・ジュラ2世とも、ハンガリー王国首相で二重帝国の共通外相も務めたアンドラーシ・ジュラの次男として生まれ、父と同じ名が付けられた。1906年から1910年まで、ハンガリー王国政府の内相を務め、第一次世界大戦末期の1918年10月末から11月初めまでの、ごく短期間、二重帝国の共通外相に就任して、連合国との停戦に臨んだ。同年10月27日には、ウィルソン米大統領の覚書に応えて、チェコスロバキアなど新国家の独立を受け入れそれらの国々との交渉する旨の申し出を行った。クンベーラ政権時にはスイスに亡命したが、後に帰国。1921年には、かつての皇帝カール一世のハンガリー王復位運動に関与し、これを実現しようとしたが失敗した。その後は、世界大戦前史などの著作活動に勤しんだ。ありがとうございます。